はい、皆さんこんにちは。絵本作家の星名拓夫です。さあ今回もですね、絵本作家星名拓夫の全国ツアーの模様をご報告していこうと思っております。今回やってきたのは大阪府の住之江でございます。今回もボートレース住之江さんで開催されたイベントに参加してきました。実はですね、このイベントは2023年12月23、24と、開催されていたイベントなので、ちょっとですねご報告に間が空いているのですが、ありがたいことに絵本作家星名拓夫、ちょっと年末年始はですね全国各地でイベントが立て込んでおりまして、ご報告が少し遅くなってしまったんですが、ちょっと思い出しながらね喋っていければなというふうに思ってます。こちらのボートレース場さんはですね、全国的にもとても有名な人気の会場ということで、朝早い時間からですね、本当にたくさんの人がすでに集まっておりました。ちょっと映像を見る限りそこまでねまだ人がいない時間からちょっと撮り始めていたので、なかなかそういった映像がこれ残ってないんですけど、実はですねここからこれの本当にもう冗談抜きで10倍以上のね人が本当に集まって、来まして、もうどこ行ってもですねなかなか前に進めないというような、それぐらい大にぎわいのイベント2日間ということになりました。こんな形でねキッチンカーも今回も何店舗か出ていまして、僕もね少しちょっとご飯食べさせていただいたり、いつも楽しませていただいております。さあ今回もこちらていちゃんのエコフェスタ内で行われたイベントに絵本作家星名拓夫登場してまいりました。ちょっとね、外れの会場だったんですけれども、とっても声も通るしね、やりやすい場所ではありました。バルーンアートでねお客さんのことをまずはねちょっと集めたり楽しんでもらったりしながら、赤ちゃん子供たち、そしてお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、今回もね本当にたくさんの人に笑っていただいて触れ合って、とってもとっても楽しい2日間計4ステージということになりました。本当にありがとうございました。さあ次回はですね、実はこの1週間後に伺いました東京都多摩川でのイベントの様子をご報告していきたいなと思っております。そちらもぜひ楽しみにしていてください。絵本作家星名拓夫でした。